から、こちらの、椅子式の階段昇降機の説明の方をさせていただきます。こちらの方は、個人宅だったりとか病院施設さんとかに納入させていただいているものではあるんですが、こちらの階段のレールを、よく壁の方につけられると間違える方も中にいらっしゃるんですけども、本日の方はこの階段の踏み面、踏む面にポストを置いて固定するような形になります。でこちらの方は、作業時間は、1日で作業は終わります。仕様としては家の中のまっすぐの階段と曲がった階段、あと屋外のまっすぐの階段と曲がった階段の計4種類ございます。でこちらの商品は、家の中のまっすぐのタイプの方の昇降機になりますので、動き方の方の説明をさせていただきます。このような形で椅子本体にこのような操作するリモコンがついておりますので、上がる下がる、押し続けている間だけ動くような形になっております。先にじゃあ上がっていきます。で、上る際、下る際は必ず音声アナウンスが流れるようになっておりますので、上まで来たら自動でスローですと止まるようになっております。で、止まったらその状態で、この状態で降りるのが危ないですので、この状態で横にある黒いレバーが左右についてますので、このレバーを上に上げた状態で椅子を回転をしていただきます。この状態で55度と、90度回転することができますので、乗り降りも安全にすることができます。で、この状態でまた戻っていただいて、また戻っていただいてから、椅子が、90度向いてたり、55度向いてたりすると、安全装置が働いて動かないような形になります。で、また下ります。で、一回、こちらの方で、終わりますが、降りてもらったら、この肘置き、座面、足置き台を畳むことができて、壁から24センチ横の幅ですね、が一番薄い、国内で一番薄いと言われているサイズのものになりますので、現場確認であったりとか、見積もり依頼等は無料でやっておりますので、また何かあれば、お問い合わせの方をいただければと思いますので、よろしくお願いします。